はい、JFND の行動中心アプローチの皆様。これは先ほどのビデオの続きで2週目の5本目ですね。はい、JF のキャンドゥ一覧はここで見ることができますよというお話をしました。これを開いてみると、えー、っとこういう JF 日本語教育スタンダードの資料のページに行くことができます。えー、今日はですね、ここではこのキャンドゥの一覧表が見たいというところなので、この3番というところに行ってみましょう。 はい。3番がキャンドゥ一覧表が見たいということですね。で、えー、上の方は、これは CFR ですね。ヨーロッパの、えーうん、あの、基準のキャンドゥの一覧をここで見ることができます。で、JF スタンダードの方は、この j f キャンドゥ一覧のところですね。で、えー、PDF で見るときは、こちらですけど、PDF では、あの、分類とかできませんよね。なので、Excel の方をお勧めしたいと思います。で、この Excel のところをカチッてクリックすると、 もう開いてあるんですけど、あの、こういうページが出てきますね。で、あの、Excel を持っている人はもうここで、えー、あの、ソーティング、あの、することができますが、えー、ちょっと私もそうですし、あの、Excel 持ってない人も中には多いと思います。その場合は、えっ、ー、と、これをですね、Google ドライブにアップロードして、このファイルのところから、えー、Google スプレッドシートとして保存というのをやると、えー あの、ソーティングですね。つまり自分の欲しいものだけを選ぶ、抽出するということができるようになります。はい。この、じゃあ Google スプレッドシートとして保存というのをもうすでに、えこちらでやってありますから、えー、ここではその Google スプレッドシートで見てみたいと思います。で、あの、えっ、ー、と、こちらにちょっと書いてありますけど、えー、あの、ここでですね、データからクリエイトフィルターをするんですね。で、 あの、ソーティングするとき、つまり JF スタンダードから自分のコースで使えそうな c a n d o ス Statement のリストを作る方法としては、このレベルと第1トピック、この2つで、えー、あのー、フィルターをかけるととてもあの便利ですね。はい、じゃあ実際にやってみましょう。例えば、えっ、ー、と、B1 レベル、そうですね、A1 レベルにしましょうか。A1 レベルのビジネス日本語の えー、can do statement の一覧を作りたいとしてみましょう。えー、そうするとですね、えー、じゃあこのデータから、えー、create フィルターですね、ここですね。はい。はい、データから create フィルターを押しました。このレベルと、この第一トピックを選ぶといいです。じゃまずレベルで、えー、っとですね、これ A1 だけを残して A2、B1、B2 を全部消してしまいましょう。そして OK します。 そうすると、ここ全部 A1 レベルですね。あの、えっ、ー、と、見るとわかると思いますが、全部、下まで行っても A1 レベルまでたくさんあります。はい。で、だけど、これはですね、あの、ビジネス日本語以外にも自分と家族とか住まいと住環境とかですね、こういういろいろなものが入っていますから、ここを、えっ、ー、と、すみません、えっ、ー、と、ここのところですね。これがフィルタリングのマークです。これを、あの、えー、開いて、 え、あの、人との関係とか、住まいと住環境あじゃあもう全部クリアしちゃいましょうね。全部クリアして、えー、仕事と職業、これだけを選ぶ、選んで OK してみましょう。そうするとですね、ここが全部 A1 レベルで、仕事と職業、えー、この、あのー、え、Candoo s t a t e を見ることができます。はい。えー、こうやって、あの、この、あのー、JF ンドスタンダードから自分のコースでや で、使えそうな CDS のリストを作ってみてください。はい。で、今週の課題はですね、前回作ったあの行動リストを、こうやって Can Do Statement のリストに書き換えるというのが今回の課題になります。来年の1月4日までにご提出をお願いしたいと思います。はい。それでは私からは以上です。えー、水曜日に Zoom でお会いしましょう。失礼します。フィルム連携。